自分の足のどこにボールが当たったらボールがしっかり上に上がるかっていうのが確認できます。これを続けるのがリフティングです。でこれをやればやるほど必ず上手くなります。あ、ずれた。今回はですね、リフティング、どの選手に聞いてもリフティングはね、やっぱり一人でできるいい練習です。このリフティングをどうやったらうまくいくか、これすごく難しいです。最初はももを使ってやるといいかもしれません、ね、僕小学校の時もものリフティングばっかでした。こうやってで、ね、最初はこんなうまくいきません。じゃあどうやったらうまくできるか、それはまず足をねしっかり上げるということです。足が上がらなかったらボール向こうに行っちゃう、上がりすぎちゃうと自分に当たっちゃう。なので足を90度まで上げる、これが大事。そのためにはボールを離して、この練習から出ましょう。離してボールを真上に上げる、足が上がってないとボールが転がっちゃいます、下に落ちちゃいます。落とさないためには足をしっかり上げるってことです。でこうやってやっていくと、もものどこに当たるとボールがまっすぐ上に上がるかっていうのが分かってくる。持って離すだけ、離して足を上げてまたキャッチキャッチ、こんな感じ。じゃあ右足できたら左足回ってみよう。もしこっち行っちゃったら次またこう難しくなっちゃうんで、常に自分の離したところにボールが戻ってくるように足を上げてやってみる。で1回できたら、じゃあ今度は右左、1、2、3、1、2、3、4、5、こういうこと。足が上がってないとボールは上に上がりません。あと強くこうやって上げすぎちゃうと上に行くと難しくなるので、ここから、ね、離して同じところに戻るぐらい、これが理想です。こうやってやっていくとリフティングのリズム生まれます、ね、多少ずれても今度修正ができるようになってます。でやるときに前かがみになるとリフティング難しいです。しっかり胸を張ってやると、もものどこにボールが当たるとボールが上に上がるかなっていうのをうまく確認しながら、多分これだったらすぐできるようになると思います、ね、っていう話もいいわけです。このもものリフティングがうまくいくと、ボール長いボールが来てももでトラップ、これもできるようになります。小学生はももだけで100回200回やれること多いです。もものリフティングぜひやってみてください。最近あんまりもも上げることがないので4、5回やって疲れました。さあ今度はインステップ、足を使ってここでリフティング、これがやっぱり普通のリフティングって思うかもしれませんけど、僕ね小学校の時あんまやってこなかったんですよね。教えてくれる人がいなかったのかな、まあ、やったももばっかだったんですけど、このリフティングも最初からこんな風にうまくいきません。じゃあどうやったらうまくいくか、この足のここインステップと言われるところ、ここでまず当てる練習しましょう。例えばボールを離してボールを上に蹴る、蹴るってもバーンと蹴るんじゃないですよ、少し自分の高さぐらい、自分の目線ぐらい、これぐらいに蹴って、ね、インステップのどこに当たるとボールが上に行くかな、この当たる場所、これをしっかりと確認できればリフティングっていうのはとてもうまくいきます。僕そんな得意じゃないです。1回できたら1、2、1、2、3、あ、ずれた、ずれてもまた戻すね、この高く上げすぎなくていいです、ね、ちょっとこう前に行っちゃったなと思ったら少し後ろに下げるような感じで、ね、これをうまくやっていくとこんな感じでリフティングできます。僕今3回しかやらなかったでしょ、10回以上やるとミスする可能性があるから3回しかやりませんでした。しっかりと足を当ててボールを上に上げる、でこれができてくると足のつま先っていうのかな、この部分に当ててボールに回転をかけてリフティングをするようになったりします。これね、バックスピンをかけながらリフティングをしたりっていうのは、これはもうやりながらです。この最初の一歩というところではもももそうでしたけど、連続してやるのってなかなか最初難しいと思うので、バンバンさして足のどこに当たったらボールが上に行くか、上に蹴ってできたら2回、2回できたら3回、4回、こういう形でやってみると少しずつだけど上手くなります。
で、これをやればやるほど必ずうまくなります。1回できたら2回、2回できたら3回、3回できたら4回。で、今日は4回までできた、次の日は5回できるようにやってみる。積み重ねが大事です。毎日毎日やったらとてもうまくなります。もも使って落としてもいいです。落としても続けるね。そうだったらまたもも使ってみる。今のところ使ってみる。これもリフティングです。当然落とさないのがいいんだけどね、落としちゃったら手取るんじゃなくてちょっと横行っちゃったらまた修正するね。こっち行ったら修正する。そしてまたリフティング始める。これでいいと思います。最初はね、落としちゃったからダメだなとは手で持ってこう悩むんじゃなく、どん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 ね、別にワンバウンドでもいいと思いますね。続けてみる。そうすることでボールを蹴ることでね、自分の足のどこにボールが当たったらボールがしっかり上に上がるかっていうのが確認できます。これを続けるのがリフティングです。これ一人でできるんで、こんなに大きいスペースいらないです。上手くなればなるほど狭いところでできます。それだけ間違いない。あといろんな技ありますね。技、僕はそういうのできないので、そういうのは他の方の YouTube 見てください。ただ一個言えることは、リフティングの技できなくてもサッカー選手にはなれるということです。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。シュートだろ。これが大変だ。